ちなみにこの辺りもう稲沢ですね。よいしょ。やれやれ。これなんか意外と思わずまっすぐ行けてしまいそうに見えるんで、昼間だったらあれですけど、これ夜は怖いですよ。てかーっていう感じですかね。ここで一回下に降りてみようと。このままずっと行くと平和町の方だったっけなに出れるはずなんですけどね。まあ今日はこれ何てなんだっけ。あ、通行止め、マジか。あ、通行止めなんだ。下がれちゃってました。じゃあどうしようかね。だってね、まあまあまあでもちょっと戻る形になるかあれだけど、うん、まあいいや。あ、この辺りでもまた道綺麗になってるな。うん、昔もっと太かったのに二車線なかったよな、あれは。うん。これ善光寺の前に出るんだったっけ。あ、じゃあ、それはもっと、あれか。手前か。あや、やっちゃうか。いいだよな。この先、祖父江の善光寺だよな。イチョウの木、あ、イチョウの木生えてるし、多分そうだよな。あ、ああ、祖父江の平和堂が見えてきた。ああ、だからそこまで奥が行けなかったですね。出た、曲がり交差点。あー、どうしようね、トイレ借りようかね。トイレ近いんだ最近。あー、デブちゃん、デブちゃん、ポンデブちゃん、奥から来るじゃん。奥から来られるとうちはさ、遠くに冷たくなるだよな。よいしょ。カメラ回しながらですからね。よいしょ。さあ、トイレ帰るよ。なんか、笑うぐらいは埋めようかな。よいしょ。さあ、ちょっと寄ってきましたけどね。まあ、ちょっとね、止まったついでにちょっと地図確認しましたけど、一応ね、こっから、2時間弱で着くみたいです。1時間43分ってなってるんで。まあ、ですから、今からだと14時半ぐらいには着くのかな、ということでございますね。まあ、順調ですね。よし、オッケーということでございます。ちょ、九頭竜湖駅まで。ちなみに、ここから電車だと4時間17分かかるらしいんで、やばかった、やばかった。全然ね、時間が違うということで。一応ルートチラッと見とこう。高速度終わりだと、どっから乗る？一宮西インター、やっぱ一宮稲沢北インターから乗れってなってる？萩原の方から抜けるか。うん。あっちから乗った方がいいよな。うん。じゃあ、あと、リールインターだけ調べるかと。白鳥インターだっけな。そうですね、白鳥ですね。よし。あ、違う、これ、白鳥って呼ぶんだったっけな。確か、地名、白鳥だったよな。うん。で、まあ、そっちの方に向かっていきましょう。シュクシュクと向かっていきたいと思う。ルート的にはそんな、
まるような道じゃないんで。はい、北から行ってもよかったっけね。よいしょ。まあ、ドブナにそこの街道の方が出よう。で、ここら辺が善光寺ですね。まあ、この辺り、銀杏が有名な、ところだったりしますけどね。この辺りのところも全部多分、イチョウの木ですからね。で、ここのところから、農美大橋の方面に向かって曲がってくると、よしよしよし。まあ、いい感じで、萩原の方面に向かえますよと。あー、でもまあ、さっきから行ってもいいのかな。まあ、いや、こっちの方のがなんか、息泣いてるしな。道もできてるな。まあ、変わらんかもしれんけどな。うん。これで、紙巻きじゃなくて、かん巻きって言うんだったっけな。なんかちょっと変わった読み方だった気がする。で、巻き込みだけ注意して、ぐって曲がっていくと、この先の信号のところですね。あそこ曲がると、今も平和通るか。昔はね、そこに、ワイストア、吉津屋、ソブウェイ店がね、あったんですよね。懐かしいな。あそこで吉津屋よう行ったな。写真残ってるかな。残ってたら。閉店間際にも行ったことあるんでね。その時に確かちょっと写真撮った気がする。あったら、うん、ちょっと、載しとこうかな。こんなあたりが高熊ですね。うん。今はパーティング屋さんになってたっけな、確か。そう、夢屋だ。V トラックとかができて、こっちの方のが便利ですもんね。さ、北方。まあ、北方って言うともう、これも言った北方幕府北方とは全然、場所が違うというか、だいぶこっち寄りですけどね。さあ、一宮に入った。上祖父江、祖父江町は稲沢ですけど、上祖父江は、一宮なんですよね。不思議な区割りですよね、この辺り。そう、この辺りそういえば、渡船場、今出てましたけど、渡し船って現役であるらしいですね。乗ったことない、さすがに。いかんせん。車で行こうと思うとすごいどっち側にも大回りになるんで。いまだに、町営だったかの渡し船があるんですよね。うん。昔は、ここら辺でも結構渡し船が盛んだったはずですけど、もうちょっと南の方、でもかなり盛んで。お伊勢参りに行くとき、江戸時代なんかは、お伊勢参りに行くときに、逆にね、七里の私の方だと、海が荒れてると行けないとかって言って、結構、行ける行けない、当たり外れが激しいのと、揺れが激しいんで、かなり、ハードよっていうので、まあ、短いけどハード。なのに対して、ちょっと時間はかかる。ちょっと大回りにはなるけど、こっちだったら渡し船って言っても川だけなんでね。そんな知れてるんで、うん。楽だし、あと、基本的には、よっぽどね、水が傘増してたりしない限りは乗れるんで、結構人気なルートだったらしいですよね。こっちの愛妻の方から抜けるルートがね。もうちょっと南側の方ですけど。